今回クランクインして間もない時に、すいません岩田さん、ガンちゃんって呼んでもいいですかっていうことを言わせていただいて、うん、それ以降はずっとガンちゃんと呼ばせていただいてるんですけど、本日は名もなき世界のエンドロール完成報告会見にお越しいただきまして誠にありがとうございます。ここからは映画名もなき世界のエンドロールキャスト監督の皆さんをお呼びしたいと思います。どうぞ拍手でお迎えください。本作の主演を務めました喜多役岩田貴則さん、続いて誠役新田真剣佑さん、よっち役山田杏奈さん、続いてリサ役中村杏さん、そしてメガホンを取られました佐藤雄一監督です。こんばんは。目を閉める小さな月の愛人。はい、主演の喜多役を演じさせていただきました岩田貴則です。本日は、世間の情勢もある中、これだけ多くの報道陣の皆さんに集まっていただき、本当に大変感謝いたします。そして、今日はですね、本来、お客さんを入れての、上映会もついた、完成披露だったんですけども、こういった情勢もありますので、今日は無観客と、させて、いただいたことを、お詫びいたします。そしてですね、本日、YouTube 等で、生配信をさせていただいておりますので、画面の向こう側の皆さんとですね、こう繋がってる時間というものを、短い時間ではありますが、精一杯楽しんでいきたいなと思います。楽しい時間にしていきましょう。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ちなみに岩田さん、白いところにカメラが、白い、そうなんですね、はい、目印がありますね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ゆっくり見てってください。ありがとうございます。さあ続いて新田真剣佑さんお願いいたします。はい、誠役を演じさせていただきました新田真剣佑です。今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて山田杏奈さんです。お願いします。はい、皆さんこんにちは。よっち役を演じました山田杏奈です。本日はお越しいただき、そして配信等でご覧いただいている皆さんもありがとうございます。いろいろお話できたらと思います。ぜひ楽しんでいってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて中村杏さんです。お願いします。リサ役を演じさせていただきました中村杏です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして佐藤雄一監督です。はい、監督しました佐藤雄一です。本来であればね、本当に今ガンちゃんが言ったみたいにお客さんの前で、ちゃんとお披露目して、こういう場をね、やろうとしてたんですけども、まあ、できなくなってしまって本当に残念ですけども、まあ、本来で言うとね、こう入ってくる時にこうガンちゃんとかね、マッケン入ってきたら「わーキャー！」ってね、こう黄色い歓声がわーっと起こる、ね、それを脇でね、僕らは浴びてお肌ちょっとツヤツヤにして帰るっていうのが今日の目的だったんですけど、なかなかそれが叶わないということで、はい、まあ、そんな感じでいきますんで、すいません、なんかついてきてください。お願いします。よろしくお願いします。向こう側で見てる方はキャーっておっしゃってると思うんで、監督もぜひツヤツヤでこの後もね、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、というわけで、ここからお時間が許す限りたっぷりと皆さんに伺っていきたいと思いますので、皆さん後ろに椅子がございます。そちらをおかけいただいてお話し進めていきたいと思います。またマスコミの皆様、スチールカメラの皆様、ここからはですね、フラッシュ撮影をお控えください。よろしくお願いいたします。さあというわけで、まずはですね、皆様にそれぞれ演じられた役柄について伺っていこうかなと思うんですが、まずは岩田さんが演じられた喜多なんですけれども、はい、裏社会に身を置く交渉や危ない橋を渡っていきながら誠と共に計画を遂行していくという役柄ですよね。はいはい、演じられていて、こう何か意識されていたことを岩田さんありましたか？そうですね、この喜多という役は、まあ、心優しく穏やかな、人柄キャラクターなんですけども、まあ、とある、事件というか出来事をきっかけにですね、人間が丸ごと変わってしまうような、なんか、そんな、その大人の時期と、学生の時期っていうものを大きくこう演じ分けないといけないようなキャラクターだったので、すごくそこのコントラストが表現できるようにという意識を持って現場に入りましたし、自然とこの山田杏奈ちゃんとマッケンとの、その3人の幼馴染のね、
学生のシーンなんかはなんかこう自分がね一番年上だったのでこういろいろとこう意識する部分だったりとかなんか無駄にこう取り越し苦労じゃないけど考えすぎてた部分があって意外と現場に入ったらなんか本当にすんなりというか違和感のなく、幼馴染の関係値っていうものが、まあ、現場では築けていったのでなんかすごく2人には助けていただきましたし、まあ役に関して言うと交渉屋っていう立ち位置というか役柄というか職業、はい、職業は、まあそのまあ、作品、まあね、原作小説の中で出てくる、職業なんですけど も、まあ、もう当然演じたことのない、役柄じゃないですか。なんかそこで、いかにまあ、この作品自体はその北がストーリーテラーでもある、お話なので、いかに作品のなんていうかな軸としてキャラクターを成立させていくのかっていうところですごく考え、まあ、ずっと考えていた現場でしたね。あ、なるほど、はい。そして木田とのねこう誠のバディっていうのも今作の見どころの一つかなと思うんですが、新田さん、この木田と、まあ、その助けを借りながら一緒にこう10年間にも及ぶ計画を遂行していくという誠という役柄でしたけれども、はい、何か意識されていたことってありましたか？意識していたこと、この物語が10年前そして現在とそういうところを描いていて、10年前がより明るく楽しければ、まあ、ラスト20分って書いてあるんですけども、ラストが生きてくるので、幼馴染3人が楽しく生活している話をしているだったり、そういったシーンを見ているそっち側も、笑顔になるような感じにできればいいなと思いながら演じていました。ですよね、学生時代の一部お三方演じられてますもんね。あの仲の良さってどのあたりからあの感じになってたんですか？もう最初からあの雰囲気出てたんですか、岩田さん？結構でも初日から和気あいあいとしてましたね。そうですか。僕もちょっと緊張感を持って臨んだんですけど、最初のシーンがカラオケボックスの撮影だったんですけど、なんかその日にこう連絡先とかも交換したりして、はい、和気あいあいとやらせてもらいましたね。ね、また新田さん演じてる誠がいいキャラクターですからね、その雰囲気もね作っていかれたのかなと思いますけれども、はい。そして、まあ、岩田さんと新田さん今回初共演ということで、ぜひですねお互いの印象を伺いたいなと思うんですが、岩田さん新田さんの初共演の印象いかがでした？はい、そうですね、実はマッケンとは、数年前のアカデミー賞の新人賞を受賞させていただいた時に、はい、一度面識はあったんですけども、今回が、現場では初共演ということだったので、でもなんていうんですかね、メディアで見るイメージまんま、すごくこう明るくて天真爛漫なイメージだなと思いましたし、まあ、その現場が終わる頃にはなんかね年の違う兄弟みたいな、なんかそんな感覚になれたかな。なんか人懐っこい弟じゃないですけど、マッケンがなんかそういう風に関係値が築けたじゃないのかなと思うので、すごくねアットホームな現場だったんですよ。うん、よかったです。うん、ありがとうございます。逆に新田さんは岩田さんの印象いかがでした？岩田さんが言ったように日本アカデミー賞でご一緒させていただいた時は本当挨拶ぐらいしかできなかったんですけど、今回クランクインして間もない時に、すいません岩田さん、ガンちゃんって呼んでもいいですかっていうことを言わせていただいて、うん、それ以降はずっとガンちゃんと呼ばせていただいてるんですけど、幼馴染の役で、まあこの3人が幼馴染なんですけど、山田杏奈ちゃんはその時18歳でした。ね、結構年のレンジはあるんですけども、とっても、ま、やっぱり 前からずっと知り合いなんだろうなっていう雰囲気がちゃんと出てましたね。僕はそれを見てほっこりしていました。なるほど。あ、ちょっといいですね。このやっぱ弟感が今伝わってきました。岩田さんがおっしゃってたような、はい、いい関係性がね築けたのが分かりましたけれども、はい、監督実際撮影の時お二人の雰囲気というのはご覧になってていかがでした？いや、もう最初からガンちゃんがなんていうんだろうな、いいお兄ちゃんというかね、兄貴としてまあ。主にこの4人で話が進行するね映画なんですけども、いてくれたんで、僕はもうそっちのなんだろう
役者さんの関係性よりもストーリーのなんかこうどうやってこうお客さんに伝えるかってことにそういうそっち側の方になんか集中してたなっていう集中させていただいたっていうかだからものすごくなんかその部分はもうガンちゃんマッケンも信頼してたしあのアンナちゃんもまあでも今日はなんか中村アンさんが今日はやるって見せ場作るって会見は明日のヘッドラインは私の言葉よって言ってましたからそうですね今日はお客様がねいらっしゃらないのでマスコミの皆さんを笑わそうっていうこう大きなテーマを後ろで全員で考えてたのに誰も賛同しないってことねみんな僕はあえて監督の登場には触れなかったですなことでしたかそれが取り上げられちゃうからそうそうなるほどあの監督の突破口を開いたのはそういう意味だったんですねまあそうですねでも今日は中村アンさんが今日はなんかもういいですずまあ20分ぐらい言ってますよねそれ、うん、ずっとねずっとね手を動かせっていう感じでおっしゃってますが、はい、そしてあの先ほどから幼馴染3人と山田さんが演じられたヨッチなんですけれどもあの幼馴染であり過去にトラウマを持っていて繊細な一面を持つというキャラクターですが演じるにあたって意識されてたことってどんなことがありました？そうですね私はその10年前のパートに出てくるあの2人の幼なじみの役なんですけどその10年後の出来事にもすごく深く関わってきている役なのであのそれだけのやっぱり存在感というか予知という役をずっとあの後半は登場しないんですけどそこまでずっと残っているようなあの役でありたいなって思いながらお芝居をしてました。存在感というか、まあ、印象をしっかり残していくということですね。あの山田さん演じられていて幼馴染お二人岩田さんと新田さんというのはどういう存在でしたか？見てていかがでした？あもう本当にあのお芝居の時もお二人に助けていただきっぱなしで私もそうやっぱりあのちょっと年齢が違ったので幼馴染っていうことであのどう大丈夫かなというか私だけなんだろうこう幼くならないようにというかちゃんとスッと見てもらえるようにできるかなと思ってたんですけど本当にお芝居に入ったらなんかお二人がどんどん引っ張っていってくださるのでなんかヨッチとしてすごく楽しみながら3人の時間を過ごせてすごくなんか幸せな時間でした。そこすごいですよね。年齢差全然感じなかったですもん。やっぱ役者さんすごいなと思いました。僕は感じてましたけどね。いやすごいすごいですねやっぱね、はい、やっぱり石橋の時にガンちゃんにあのそうお願いしたらやっぱそうなるんですもんね。やっぱねすごいガンちゃんすごい。いや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 。でも岩田さん感じてたんですね。僕はね感じてましたけど あえてあんまり口には出さないようにしてました。はい。どんなことで感じちゃってたんですか。いやそこ掘らない方が。あんま掘らない方がいい。わかりましたね。そういうこともありますからね。はい。そしてあの先ほどからお話加わっていただいておりますがリサを演じた中村さん、はい、はい、よっ監督が盛り上げてくださってますがそうです。あの木田と誠が10年の歳月をかけて近づいていく、はい、高嶺の花的な存在で、まあ、だいぶインパクトのあるというそんな役柄リサなってましたけれども、はい、これまたちょっと言葉選びますがラスト20分のねあの感情の波と言いますかあの辺りはもうびっくりしました。すごいシーンだなと思いましたが中村さん演じててリサいかがでした？はじめ私もこう読ませていただいてすごいあのちょっと不安だったんですけどそれこそ監督にそのまま不安ですってお伝えしたら大丈夫大丈夫大丈夫ってこう言ってくださったのでなんですかねドキドキしながら神戸で撮ったんですけど神戸に行く時は本当になんかドキドキしながらでもやっぱこうまあ、玄侑くんのそのすごいなんだろうパワーに最後はこうぶつかり合うところでそうですねすごい2日間壮絶だった記憶があります、はい、やっぱりあれ2日そっか2日間で撮られたんですね。そうですね夜中にね、夜中まででした ね日が落ちるのを待ち、はい、2日間夜朝ぐらいですかね終わったのはね。そうです夜から朝までした、ね、そう、その後すぐあの部屋のシャワーをマーケニングが浴びててパーってもうあの終わってそのなんだろう緊張してたんですけど私ももうなんかすぐスカッてすごい切り替わっててすごいなやっぱりと思って、はい、
そのメイク部屋であのみんな何て言うんですか、そのあの変な感じじゃないですよ、あの全員とこですね、それ言ったら余計変な感じに聞こえるじゃん。みんながいるメイクさんとかいるとこで、それくらい何て言うんだろう、もう本当になんか疲労がすごかったですね、あれは。はい、壮絶なシーン、すごいシーンでしたね。あのすごいシーンなんですけども、すごく1ヶ月ぐらいあの泊まりだったので、すごく集中できたっていうのがとても大きいかなと僕は思います。みんな一丸となって一つの作品に集中をして、いい作品作ろうっていう思いで、全員がその気持ちであの臨んでいたので、そんな朝までの撮影があっても誰一人辛そうにしないし、僕も全く辛かった記憶はございません。はい、まあ、ラストのねマッケンのとあるカット、なんだろう、もうワンテイク目でももうほぼ OK のレベルなんだけど、あのほんのちっちゃなことでもう一回行こうって言ってやって、5回か6回ぐらいあの最後のあのシーンの最後のマッケンの顔かな、は5、6回やったんですよ。でちょっとこういうニュアンス入れてみようかみたいなこともお願いしたりとかで、マッケン、あ、ええやみたいな、いやいやいや待ってください、そんなこと言ってないですからね。違うか、ダメですよ、ダメか。はい、でもあの全くなんかどうってすぐ監督どうって来て、で見て一緒に、あ、もうちょっとこうしようかって、あ、じゃあやろうっつってすぐやるみたいな感じで、うん、だからあの最後のところ撮り終わった時は、まああんちゃんもマッケンもよしこれで終わり、 OK って言ったら、あ、終わりなの、終わり、はぁあのなんだろう、すごい2人ともなんか気が抜けたようなっていうか、いやもちろん2日間、うん、2日目の終わりか、なんかドーってなんかこう終わったーって感じの開放感に逆に浸ってたのが、なんか僕はちょっと印象的でした。そのぐらいなんかなんだろう、あんちゃんもマッケンもすごく集中してやってくれたなっていう感じでしたね。それをまたシャワーで流してかっこいい、バスローブくださいいやいやちょっと大滑りしてすいませんでしたちょっと待ってよいや予想外のところ広げないと思った、はい、すごいあのもうそんな感じでしたね、はい、いやもう本当にすごいシーンになってますが、監督も本作これ散りばめられたそのさまざまな仕掛けがあって、それが一気にこうグッとつながっていくあのラスト素晴らしいなと思ったんですが、作品作っていくにあたって監督こだわったところで特にどんなところがありますか、こだわったというか本当にそのまあ、時系列がいろいろバラバラに動いていく作品なので、どうやってこれをあの観客の皆さんに伝えるのかっていうか、どうやって届ければいいんだろうっていうのが本当にすごく撮りながらも悩んでいたし、すごく僕自身もやっぱりさっきマッキー言ったみたいにあの地方にちょっと缶詰であのいたからこそ集中してその部分に僕はフォーカスして、もう芝居のことはやっぱり皆さんにもうお任せじゃないけど、あのなんだろう、信頼して僕はそのシーンとシーンをつなげてシークエンスにして、そのシークエンスが連なって全体の作品になったものを、なんか今回は本当に一つの大きな玉にしてお客さんに届けるっていうイメージを大事にしながら、なんかずっと集中してやってたような気がしますね。本当に制作の方々のこう集中力が必要な映画だなというふうに拝見してって思いましたけれども、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そしてあの今日はですね、1月7日新年年明け早々のタイミングでございます。2021年が始まったということで、新年初めてねキャストの皆さんにもお集まりいただいておりますので、ここで皆さんに今年の抱負を伺っていきたいなと思います。あの本作、まあ、ラスト20分の真実というキャッチコピーにちなみまして、充実した1年を過ごすためにちょっと気が早いですが、今年をどう締めくくりたいかみたいなところも踏まえてこの抱負を伺えればなと思っているんですが、スクリーンにこちらは発表させていただきたいと思います、はい、ではこれまず中村さんから、はい、伺いたいと思います。こちらです。どれに作る？はい、中村さん、ピアノを継続する、はい、これは私実はこうピアノを弾くんですけど、あのあれじゃなくてこう体鍛えるだけじゃないんだもう監督がですね、さっきからこう私がこう綱をいつもこう持ってトレーニングしてるっていうのでいじってくださるんですけどね、ありがとうございますピアノを年末にですね
聞いて、ちょっと習ってたんですけど最近遠ざかってて、またこうやる機会があったので、また今年はちゃんとこうピアノを継続して、ピアノはやっぱ集中力も鍛えられるので、すごくやっていこうかなと。あとそういうやっぱアクティブなイメージを少しでももうちょっと知的な方にいいじゃないですか、アクティブなイメージも十分。そうです、もうそっちはでももう大丈夫かなと思ってはい、こんな感じです。ピアノ継続する、これ発表の予定は特に今のところないですか？はい、ないですけど、こうさらっと弾けたらやっぱりいいですよね。はい、いろんなことに活かせるかなと思います。そういう中村さんも見てみたいですね。はい、ありがとうございます。続いて山田さんの抱負に行きたいと思います。こちらです。はい、運動好きになる。はい、運動しなきゃって常々思ってるんですけど、で運動するんですけど続かなくて、やっぱりそもそも運動自体を好きにならなきゃいけないんだって思って、なので今年はまあ運動の楽しさを見出せたらなって思う年です。なるほど。これでも皆さん、岩田さん、新田さんも中村さんも、まあ、お仕事柄もあると思いますけど、運動を常にされてるんじゃないですか？そうですね、比較的、はい、してる方かなと思います。好きになるにはどうしたらいいですか？なんだろう、好きだからやってるみたいなとこあるんで、なんかね、逆説みたいになっちゃうんですけどなんかまず興味があるスポーツだったりとか、なんかそう興味から始めていくっていうのはいいんじゃないですか。結果それが好きになるかどうかは、まあ、アンナちゃん次第という。なるほど、うん。山田さんありそうですか、そういう好きになりそうな興味がある？なんとか探します本当に分かってませんね。すごくすごく的確にアドバイスしていただいたので、本当にもうちゃんと豊富になりました。新田さんもう運動よくされますもんね。好きですか、そもそも運動？まあ、好きっていうのもあるんですけど、はい、何か目標を持ってやるのはいいことなのかな。それがあれば続けられるんじゃないかなと。僕も実際目標を立ててトレーニングしたりするので。ええ、なるほど。具体的にね、今いろいろアドバイスがありますが、やっぱり中村さん綱がいいですか？やっぱ綱はいいですよマニアック、はい、明日のヘッドライン、ツナはいいですよ、ナチョ。あれはもう撮影だけなんで、常にツナをこうやってる人ではないですからね。だって家にあるんですよね、ツナ、はい、もうツナ、うん、もうアンナちゃん頑張って頑張ります山田さん、いけそうですか今年？頑張ります、本当に、はい、皆さんに教えていただいてありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、続いて新田さんの抱負いきたいと思います。こちらです。はい、笑顔、端的に笑顔といただきました。あれ笑顔でしたっけ？あれそう伺ってました。まあ僕が伺っていたのは違うんですけども。いいですよ、そっちでも大丈夫ですよ。いいですか？なんかもともともうちょっと長かったんですよね。今年を笑顔で終えるために目の前の仕事を一つ一つ頑張るというのを全部送ったつもりだったんですけど、なんで笑顔になったのかちょっとわからないんですけども本当ですね。とりあえずまあ笑顔、そうですね。まあこのお仕事っていうのはちょっと特殊で、最初からその映画を撮るなり撮影がクランクインで初日があって、それで1ヶ月2ヶ月すると撮影が終わって、その現場はもう1年ぐらいもその番宣まで携わることないじゃないですか。その仕事が終わり、また次の新しい仕事、また新しい仕事って結構考えることがたくさんあるんですよね。なので頭がパンパンになる前に、まあ一つ一つの目の前にある仕事を頑張ろうという意味でございます。それが全て今笑顔に集約されたということで。はい、そうです。説明がないとわからないですね、はい、お話いただいてありがとうございます。はい、そして岩田さんの抱負を最後に、はい、伺いたいと思います。こちらです。岩田さんも二文字復活といただいておりますが、はい、月並みなんですけども、まあね、昨年から、各業界の皆様本当に、苦しい状況の中でですね、まあ、自分たちもエンタメのお仕事に携わらせていただいている中で、やっぱりこう、まあ、自分はねグループもやらせていただいてますので、ライブイベントだったりとか、生でこう直接観客の皆さんとこう同じ空間に、
同じ空間で届けられるエンターテインメントだったりとか、なんかそういうことがね、やっぱりこう思うように、自分たちが発信したい、100% で、表現できる年ではもうなかったわけですよね、昨年だったりとか、なんかそういうものもいろいろ含めて、まあ、今のねこの情勢でなかなかこう復活っていうとちょっとまだ気が早いような気もしますけども、今年1年が終わる頃にはですね、まあ本当にエンタメも復活してもらいたいし、まあ、映画館も復活してもらいたいし、なんかそういう思いを込めて、希望を込めて、復活とさせていただきました。おっしゃる通りです。本当にそうですね。はい、ありがとうございます。監督、今皆さん、はい、あ、今後ろに出てますが、このようにね、はい、書いていただいて、はい、抱負を発表していただいたんですが、はい、でいかがでしょうか。いや、みんな希望があって素晴らしいなと。本当になんかそういう希望を持って生きていってほしいなと。もう還暦が近い僕はただただ笑顔で皆さんの成長を見守るだけですね。はい。まずはもう本作1月29日公開を楽しみにまず待っていただいて、ワクワクしていただいて、そうですね、まあ、はい、ガンちゃんが今言ったみたいに復活っていうのはね、本当にみんなの願いでもあると思いますし、僕も本当に去年とかね、連続ドラマとかもやらせていただいたんですけど、みんな大変なんで、まあ、でもいつかはこういうものは終わる時は絶対来るので、まあその来ることを信じて、その時のためにまあ、なんだろう、目の前のことを一つずつ頑張るってマッケン言うし、ピアノを弾くっていうし、運動してっていうのも、そうだし、なんか自分のやれることを一つずつやって、その時にまた新しいというかね、スキルアップした自分でいていただけたら素晴らしいなと思うので、本当になんか、頑張っていってほしいなって、こういうせっかくなんかね、こういう年始だからこういうね企画でなんか出したんだけど、まあ、これ忘れずに頑張ってほしいなと思います。ですね、はい、新年にふさわしい皆さん抱負を発表していただきました。ありがとうございました。はい、さあということで、もう本当にね、あっという間にお時間が来てしまいまして、そろそろ終了のお時間なんですけれども。どうですか、ヘッドラインできましたか？本作、新田さんが演じてる誠、まあ、ドッキリストの異名を持つ、はい、いたずら好きな役ということで、よくね、岩田さんが演じている木田にいたずらを仕掛けるということもありますし、映画にいろんなサプライズが仕掛けてあるというところでですね、本作にちなみまして、実は今日ある登壇者の方にもサプライズが仕掛けられております。やだ、岩田さん、新田さん、そうなんですよね。そうです、はい、僕とマッケン、木田と誠からですね、同じく幼馴染であるヨッチに、サプライズがあります。あります。せーの、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。和田さんは明日1月8日20歳のお誕生日です。おめでとうございます。20歳になります。明日びっくりしました。すごい綺麗。配信で見てる方もぜひおめでとうございますのコメントをね、今きっと書き込んでらっしゃると思いますが、山田さん、全然気づかなかったですか？全然気づかなかったです。でもなんか前日だからって思ってたんですけど、意外となんか誰もあんまり言ってくれなくて、ちょっと寂しいなって思ってたから嬉しいです。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。アンナちゃん以外はみんな知ってましたからね、今日この段取りは。そうなんです。いかに隠すかの一日でした。そうなんですか。はい、まあ、20歳ってね、まあ、本当に人生に1回しか来ないので、まあ、どの年も人生に1回しか来ないですけど、まあ、20歳はね、やっぱ特別な年にしてもらいたいですね。楽しみにしてます。応援してます。ありがとうございます。僕もまあ、成人してまだ4歳なんですけども、あまり言えることはたくさんありませんが、とりあえずいろんなことに挑戦して、失敗を恐れずに、頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。改めて山田さん、本当におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。フラワーケーキ、後ほどね、山田さんにお渡しいただきたいと思いますので、お願いいたします。綺麗ですよね。本当にケーキに見えますよね。かわいい。ありがとうございます。選んないですね、これね。なんですよ、飾っていただいて。さあ、それでは最後にですね、岩田さんより配信をご覧になっている皆様、そして公開を楽しみに待っている皆様にメッセージをお願いしたいと思います。はい、本日は、生配信ご覧いただいている皆様、短い時間ではありましたけれども、本当にありがとうございます。そしてマスコミの皆様もありがとうございます。
この映画が本当に公開されるまで、脚本をいただいてからもう2年ほど経つのかなと思うんですけども、いよいよ公開が間近と思うと本当に感慨深い思いです。この映画をですね、まあ、ラスト20分だったりとかね、すごくこう宣伝文句でサスペンスな部分を、売りに、している作品ではありますが、実はですね、まあ、自分としては、まあ、究極の純愛ラブストーリーものでもあり、命の尊さだったりとか命の重みっていうものを、伝えたい、しっかりとした、テーマのある作品だなと、自分は感じております。あの作品の中で、まあ、山田杏奈ちゃん演じるヨッチが言う、まあ、一日あれば世界は変わるんだよという言葉があるんですけども、まあ、本当にあのこの作品っていうのはたった一つの出来事で人はこんなにも変わってしまうんだというところをストレートに描いた作品でもありますし、そんな中で、どんなことがあっても絶対に変わらない友情というものもね、表現されている作品なので、まあ、今まさにこのタイミングで、いろんな方々にご覧になっていただくとですね、まあ、本当に皆さん口々多分いろんな感想をいただけるのではないのかなと思います。この作品ぜひとも劇場でご覧いただきたいなと思う作品なので、ぜひ大スクリーンで体感してください。今日は短い時間でしたけどもありがとうございました。ありがとうございます。配信をご覧の皆様も本当にありがとうございました。1月29日公開映画の世界のエンドロール、ぜひ楽しみにしていてください。はいはい。どうよ、予定通り行ってる？ああ、順調順調。こんな格好で目立っちゃいるけど、まあ溶け込んでもいるよ。そっか。どうして俺はこの年でこんな格好してんだ？ああ、神様がたまには世の中のためになることしろって言ってんじゃねえの。クリスマスイブなんだから。神様なんかいるかよ。さあな。いねえよ神様なんか。木田、お前にもドッキリ仕掛けといたかんな。何言ってんだよ、マゴド。今日の俺はドッキリを仕掛ける側だ。そうだったな、木田さん。おいおいおい、まさか本当に俺にドッキリ仕掛けようってんじゃないだろうな。これから迎えに行ってくる。うまくやれよ。そっちもな。なんでさ、私たちは一緒にいるんだろうね。俺の世界はこう、3人でできてんだよ。孤独な3人のかけがえのない小さな世界、いつまでも続くと思っていた。裏社会で交渉人となった木田と、表社会でのし上がった誠、二人にはある目的があった。リサにふさわしい人間になるためだよ。本気か？本気だよ。君、人殺せると思う？結婚してっていうサプライズとかだったら超上がる。じゃあなんでだよ。気になってしょうがねえんだよ。頼むよ。ちゃんと。それは日本中を巻き込むある壮大な計画だった。一日あれば世界は変わっちゃうんだよ。危ない橋っていうのは自分のために渡るもんだ。分かってます。頭おかしいんじゃないの。ラスト20分の真実にあなたは心奪われる。誠！木田、お前にもドッキリ仕掛けといたかんな。名もなき世界のエンドロール。